はね、アンズちゃんはどんな感じなのかな。はい、逃げる。ちょっとじゃあトイレの掃除をするからそこで見ててください。じゃあシャークもちょっと出してくれ。アンズちゃんに関してはまだ、今日ですねカメラの回ってない時に、寝ているので、クロケンパパがアンズちゃんをなでなでしました。で、そのままなで続けていたら、割と出れる感じの状態にはなりましたので、基本的には寝ている時になでるを続けます。ご飯の時になでる、寝ている時になでる、これはかなり卑怯な手法ですが、ちょっとアンズちゃんに関しては、それしか方法がなくてですね、マオイママがだいぶ慣れてきたという部分があって、起きてる時にマオイママならいけるかなと思うんですが、身体的無理があってですね、ちょっと距離が届かないということは、現状そのやり方でやりたいなと思います。そして今この状態でですね、アンズちゃんがここで動かないこと、これ結構ちょっとポイントあるかなと思っています。うちにいたどの子もですね、だいたいこの距離で、見ていたりとか、逃げないっていうところからだんだん距離を詰めていきますので、ちょっと指出してみましょうか。どう？アンズちゃん。はい。このぐらいな感じですね。徐々に、徐々に近づいていきましょう。シオン君はずっと外に夜までいることになりますよ。チャコちゃんはちょっと興奮し始めたね。はい、ちょっと。そういうことかね。さあ、それとアンズちゃんとチャコちゃんを運動させなきゃいけないね。はい、はい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 。チャコちゃんね、さっきちょっと出たでしょ。あれを何回か繰り返すと、広いとこでこれで遊べるんだよ。君はもうすぐだよ。今ちょっとこれで大丈夫そうなので。あ、取れた。ちょうど真ん中で遊ぶ位置にトイレがあるから、このトイレの中で遊ぶから砂がえらいことになるわけだね。この羽が思うように動かない。あら、また絡まった。あの人何？うん、かわいい。ちょっと遊び方がちょっと大変。ちょっと広めていこうよ。
思うところに飛んでいかない。やっぱあの重りになってるさ、その毛玉というかあれがちぎられちゃうと制御不能だね。そうなんだ、うん、あれのおかげだったんだ。あれでだいたい重さがついて動いてたんだけど、ちぎっちゃうから。そうなんだ、すぐちぎられちゃうね。羽の空気抵抗に対して重さが足りないんだね。うん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 、出てみる。問題なく外で少し遊べるようだったら、ご飯で戻るにチャレンジしてみる。強力な猫じゃらしが復活したらしいので、変な話ですね。はい、今度は派手だよ。おお、重っ。うん。これだったらね、虎でも。帰ってきた時は怖い。やばいね、そこ。飲み物とか入っちゃった。はい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 。すごいスピード。どうした？小さな鳥取ったぐらいの。充実感ありそうだ。おお、来た。うん、こちらも小さな小鳥を取りました。うん、うん、スピードがあった方が面白いですね。しかもだいぶ絡まった。ポンちゃん来た。ポンちゃん出てきたけど、ちょっとあまりにもこう荒々しいので帰っていきました。
ずいと思っちゃった。よく食いつくけど。トイレと砂撒き散らしました。はい、どんな。本ちゃんがしおんくんを叩きました。こんちゃん、しおんくん叩かないで、その羽を取ってかな。終了です。皆さんそろそろご飯を食べないと。そして君たちが今ので撒き散らしたトイレの砂を掃除しなきゃいけないです。はい、じゃあ終了。掃除します。